この辺から、あ、どうもー。おかしい。一回入ってるんですけどね。はい、あ、どうも、おはようございます。ここが小松島さんの新しいお店ですね。セブン&アイホールディングス、あ、じゃない、セブンツーアイワークス。あ、内藤さんから花が来てる。僕もこういうの送らなきゃですよね。あ、どうもどうも。あ、辻島さんの花、よろしくお願いします。こう花ってこう、この辺で花もらうと飾るだけなんですけど、僕びっくりしたのが、関西の方ってお客さん来たらこの花持ってっちゃうんでしょ。ブチブチ引っこ抜いて持ってっちゃうので、店頭のね、こういう花とかね、もうなくなってんのね。もう見事無残なまでになるわけ。最初それ見た時通報しようかと思っちゃって。でもなんかそれ関西じゃ普通ですみたいな、そういう話を聞いた。フィッティングをしていただいております。辻村さんはフィッティングマンです。これが安価なメガネ屋さんとちょっと違う点がやっぱここです。自分の頭の形と目と、あとその黒目の位置をこう記録したりするらしいですね。あと皆さんバイクに乗ってきてくれれば、バイクに乗った乗車姿勢での最適な位置調整が可能となっております。辻村さん喋ってもいいですよ。はい、細かく、はい、ちょっとずつ、はい、他に合わせてやります。はい、しつこく。ちなみにヘルメットで被ってるとちょっとずつ曲がってくるんで、後からまた直してくださいも OK です。そうですね、いつでも来てもらえれば直します。ちなみに僕は耳の高さが左右に違うんですよ。この辺辻村さんにちゃんとやってもらえると確実にメガネが傾くの。左の耳がちょっと高いんですよね。なぜかそうなんです。なのでメガネをこう曲げるんですね。でかけた時にまっすぐになるように。そういうメガネですね。プラスチックフレームとかだと安いやつだと無理なんですね。そうなんです。あと上から見た時の目とで、メガネの距離がちゃんと変わらないように。多分耳の高さが違うのは取り付け不良です。おそらくは取り付け位置不良です。ボルト1本ずれちゃってるんですけど、これはメガネ専門の工具なんですけど、これなかなか売ってないんですよ。いや売ってないんですけど、専用ですね。東急ハンズの渋谷店とかに行けば、あるいはこれね、新機材、新機材ですね。はい、右が右目で左が左目です。左の方が疲れて、疲れ、この緊張、老眼と調節緊張の傾向。なるほど。でこれに合わせてメガネを作ると。いやこれね、今検査やったんですけどね、ちょっとねめっちゃ目疲れた。はい、そういうわけで今日一日終わりまして、辻村さんからですね、皆様に、ホワイトベースの視聴者の皆様にですね、はい、宣伝をどうぞということで、はい、どうぞ。グラスアーカスからこの度、北高の水域のすぐ近くなんですけども、メガネ店を構えました。でバイクメガネしっかりこう時間を使ってこうやっていこうと思ってますので、ぜひ皆さん予約いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も僕新しいメガネをゲットさせていただきまして、皆様もよろしくいらっしゃっていただければ、辻村さんはいます、はい、僕はイベント時にだけ、来ますので、はい、よろしくお願いします。